たよ。めっちゃ分厚いこれ。見てこれ。うん、まっ。どうも、奈良コミのタカとおんちゃんです。おんちゃん、今回は海鮮系を食べに行くぞ。お、海鮮いいね。しかも場所は桜井市で、あの桜井グルメも楽しめるらしい。桜井グルメってなんやろ。まあ行ってからのお楽しみやな。確かに海なし県でもどれだけお魚が美味しいのかってのも気になるもんね。今回初めて行くお店やから、どのようなグルメが楽しめるのか調査したいと思うわ。現在国道169号線を走行中、大宮神社の近くです。ということで早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県桜井市三輪にあるお魚ダイニング花水木さん。さあ早速店内に入っていきたいと思います。入り口にはメニューも出されていますよ。お、クレジットも対応している。席でお会計なので、クレジット払いの場合は先に店員さんにお伝えしておいた方が良いかもです。店内へは靴を脱いで上がるスタイルのお店です。なんとこちら全室個室、めっちゃいいプライベート空間やん。数人掛けのテーブル席であったり、掘りごたつ席なんかもございます。今回はこちらのテーブル席でランチをすることに。こちらのお店ね、2021年の8月にね、全部がね、個室になってるんですよね。どうするかやな。どうしましょう。お昼の献立として、まあ、やっぱこの花御膳っていうのが一番気になるよな。そうやね。でもこれね、これ僕これでいくわ。はい。おんちゃんどれがいい？どうしようかな。天ぷらか、乳麺か。うなぎも安いな。乳麺にした？天ぷらもついてるやん。あ、そうなんや。うん、じゃあ乳麺定食。乳麺定食。はい。あ、一品も頼むの？でもなんか魚系食いたいよな、やっぱ。うん、魚やもんね。な。あ、じゃあサーモンの釜焼き行くか。うん、いいんちゃう。行こうか。うん。これで。うん。あれらしい、590円らしいけど、今期間限定390円。うまや。こうやって家出てくるのすごい。いや、ここの店メニュー豊富やな。ね。すごい個人的なこと言うと、このセルガキポン酢とかもちょっと気になったもんな。これこれ、まあ、うん、セルガキポン酢とか。ああ、なるほどね。カキポン酢。これ。ああ、白子ポン酢。絶対な。あとこれ、ね、フグのポン酢も。鉄皮っていうの。鉄皮。ここも気になる。はい。こういうのはやっぱお酒と。お酒ね。ちなみにこれドリンク何どのぐらい？そんな高くない。ザモーツが490円か。まあ。まあ標準的な。標準やな。うんうんうん。で、他にもハイボールとか、チューハイ。うんうん、まあ。あ、いいね。いいよな。いいですね。ね、やっぱこれ、お茶っていうのがね、いいよね。これ海鮮系のお店ならではの。嬉しいね。さあこちら花御膳、めっちゃ美味しそう。お刺身も色合いからよく分厚くカットしてくれています。うわ、めっちゃ楽しみ。しかも天ぷらも、エビやシシとカニカマなど6種類の天ぷらが、お味噌汁もついてるし、イカと里芋の煮物まで、サラダもたっぷりと。ここでおんちゃんの定食も届きました。こちら乳麺定食、具材たっぷりの乳麺と天ぷらおにぎりがついたセット。三輪そうめんを使ってくれており、卵や椎茸も入っててめっちゃ美味しそう。詳しい感想は後ほどおんちゃんからお伝えさせていただきます。いいんだ、これ冷えるね。油がとろっとける感じ、めっちゃうまいわ。ハマチかな。分厚いけど消えるっていうのがすごいわ。おいしい。これまた良さそうな器。天つゆつけて良さそうな器。プリオヘビも、でも衣もサクサクに揚げてくれて美味しいね。こ
これも贅沢よ、これイカかたこか、イカっぽい、うんうん、だしも旬でますわ、美味しい、イカっぽいな、うん、柔らかい。うん、うまい、味噌うまいな、また。そして焼き魚、サーモンの釜焼き、これは絶対にうまいやつ。うん、おお、めっちゃ脂乗ってるな、美味しい。ただ大根の血がさっぱりさせてくれるから、めちゃくちゃこれ美味しいです。こんな美味しい釜焼き初めてかもしれない。うん、魚うまいな。困った。うん、安いしなこれ。確かに、うん、うまい。全部のクオリティが高くペロッと食べちゃいました。お魚ダイニングってだけあって、新鮮なお魚を食べられて大満足。完食、ごちそうさまでした。お魚以外のメニューもありましたし、お店の詳細は後ほどお伝えいたします。ナラコミ、はい、てなわけでお魚ダイニング花水家さんの方で美味しい海鮮いただいたんですけども、うまかったですね、新鮮。ということでね、まずこちらのお店なんですけども、国道169号線沿いにあるお店で、大宮神社のね鳥居のところからすぐにあるお店になってます。で、前からね、おんちゃんと目の前通るたびに気になってたお店なんですけどね、すごい魅力的なお店でしたね。そうですね、外観の見た目からはね、なんか昔ながらのね雰囲気を感じるようなお店なんですけども、ただこちらね、2017年にねオープンしたお店ということで、そこまで昔のお店ではないんですよね。しかもしかも、なんとこちら2021年にリニューアルオープンされて、もう店内をね完全個室のお店にされたんですよね。そこがまたね落ち着いた雰囲気もあって、めちゃくちゃ良かったよね。めちゃくちゃ良かったですね、うん、しかもなんか子供用のね椅子を置いてくれてたりとかね、うん、赤ちゃん連れのねお客さんなんかもねいらっしゃってね、やっぱ完全個室だけあって人目が気になりにくいのでね、お子様連れの方にもねおすすめかなと思います。プライベート空間って感じがしましたね。そうですね、注文もねタッチパネル式で、お会計もねその場でねお会計してくださるので、感染予防対策なんかもバッチリやなって感じました。今回ねランチメニューをいただいたんですけども、まずおんちゃんいただいたのは乳麺定食をいただきました。さすが桜井市って感じやね。そうですね、だしの中に入れてあったかくいただけるっていうね、まあ、グルメになってて、桜井名物にもなってるんですよね。三輪そうめんでおなじみの、しっかり三輪そうめん使われてますからね。食べてみていかがでしたか。めちゃくちゃ美味しかったですね、うん、まずこちらね乳麺 と天ぷら6種類とでおにぎりがついてまして、めちゃくちゃ豪華なランチでした。そうやんな。はい、で乳麺なんですけど、もう細くてねつるんとしてて、でもしっかりとした食べ応えもあってね、量も結構入ってましたし、具もねたっぷり入ってました。どれもね結構甘めの味付けのものが多くてね、優しいお味でね心がね温まりましたね。天ぷらもね種類がたくさんありまして、でどれもねサクサクでめちゃくちゃ美味しかったです。特にエビの天ぷらがめちゃくちゃプリプリで美味しかったです。新鮮やなっていうのが伝わるんよ。もうねほんまにプリプリなんよね。めっちゃプリプリ。しかも衣もねそんなすごいいっぱいついてるわけじゃないんやけども、ちゃんとサクッとしてて美味しかったし、バランスもまた良くて、さすが職人さんが作る天ぷらやなって感じさせられましたね。でね、普通定食って言ったらご飯がねオーソドックスだと思うんですけどね、こちらの定食ではねおにぎりがついてて、でこのおにぎりもね塩むすびで海苔が巻いてあるだけの結構シンプルな味付けなんですけど、それもまた美味しかったのと、あと隣にね塩昆布が乗ってますので、あの漬物みたいな感覚でいただけたのも良かったなと思います。全部の定食がおにぎりとかじゃなくてね、定食で言うとおにぎりとかご飯でね変えてくれてると思うんでね、そういったところのこだわりもね見えたなって思いましたね。僕がいただいたのはね花御膳と言ってね、おそらくこちらのお店のね目玉商品にもなると思うんですけども、まずこちらのね定食もめちゃくちゃ豪勢。お刺身であったりとか天ぷらであったりとか煮物であったりとか、まあ、ご飯とかお漬物とかね汁物とかもあって、とにかくすごい豪勢やなと思います。お刺身一つ一つがすごく分厚いですし、もう新鮮さっていうのが感じ
感じます。マグロであったりとかね、お刺身なんかがもう全部ね口の中で溶けるような感じがあって、分厚いんですけども、もちろん臭みなんかも一切なく、すごく美味しいなって思いました。煮物もねしっかりと旬出て美味しかったですし、天ぷらもねおんちゃんがやってたようにすごくね美味しかったんで、こちらの店来てね何を頼もうか迷ったらね、この花御膳をね頼んでいただけたらなと思います。あともう一品ね、焼き魚としてサーモンの釜焼きもねいただいたんですけどね、これもめちゃくちゃうまかったね。程よい油の乗り方でね、油もそのくどくないというかね、すごく食べやすくて、サーモンのね甘さなんかも感じてね、もう皮の部分はパリッとしてたりとか、もうめちゃくちゃ焼き魚美味しいなって思いましたね。他にもねランチメニューも豊富で、お寿司の定食であったりとか、うなぎの定食であったりとか、いろんなねメニューがございます。またこちらね居酒屋さんということでね、海鮮とか魚介系のね一品料理なんかもありますし、お造りとかね焼き魚なんかもあるんですけども、それ以外にもタコさんウイナーであったりとか、サラダにもこだわられてたりとか、あとなんとお肉なんかもね楽しめたりするので、本当にねいろんな方にね楽しんでいただけるようなねお店やなと思います。だからこそね宴会とかにもねすごく向いてるねお店なんちゃうかなと思いました。お酒なんかもね豊富でしたよね。めっちゃ種類多かったね。奈良県の地酒なんかも置いてくれてるし、あとビールなんかもねそこまでお値段高いわけじゃなかったんで、お酒飲みながらねお魚を楽しみたいとねひしひしと感じましたね。駐車場なんですけども、こちらお店の目の前にね広い駐車場ございますので、そちらの方にね止めていただければなと思います。調査の結果なんですけども、落ち着いた雰囲気もあって昭和感漂う、どこか懐かしさを感じるようなお店で、3世代揃ってね楽しめるようなお店やなと感じましたので、ぜひね気になった方はね行ってもらえたらなと思います。またこちらねお刺身だけじゃなくて、焼き魚などね新鮮なお魚なんかも楽しめますので、美味しいお魚食べたいって方はねぜひこちらレッツゴーしてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報と知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どうしどしお待ちしております。本日のおんちゃん雑学。サケハラスとサケカマの違い知ってる？分からん。サケハラスはお腹で、サケカマは頭の少し下の胸びら付近らしい。あ、部位が違うやん。じゃあ多分油の乗り方とかも違うってことやんな。そういうことですね。うまさがあるんやね、お互い。はい、いいね。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイ。